THREE のパラシングクレンジングオイルジェルのサンプルレビューです。オイルでもなくバームでもなくオイルジェルということですごい楽しみなんですけれども、THREE らしく原材料にもこだわりがあって、天然クレイとスクラブ入りっていうのがすごく楽しみですね。私がね今使ってる韓国コスメのクレンジングオイルもすごくおすすめなんですけれども、9点で購入したんですけれども、こちらもね結構素材にこだわって低価格ですっきりしっとり洗い上げるっていう感じですね。洗顔料は SRB を使ってます。こちらね米のとぎ汁酵素洗顔になります。はい、でサンプルをねいただいたので、そのサンプルと今使っているオイルクレンジングをね比べてみたいと思います。手の甲にファンデーション、アイブロウ、マスカラ、アイシャドウと口紅の方をねつけて比べていきたいと思います。オイルジェルの方ですね、油性の汚れに食物オイル、肌の凹凸汚れには天然スクラブですね。毛穴やキメの汚れを吸着する天然クレイという、その3段階というか特徴が3つありましてね、こんな感じですね。塗布をして、メイクとなじませるとジェルがオイルに変化するんですね。ジェルで垂れないのでメイクになじみやすいっていう感じがしますね。黒のマスカラはね落ちにくいんですけれども、残りのメイクは軽く落ちていってるかなという感じです。ジェルがオイルに変化してもやはりちょっとオイルクレンジングとは違うちょっと重たい感じのテクスチャーな感じですね。ピーリング用の粒子もそこまで気にならないんですけれども、ちょっとゴツッとしたものがまばらにあるという感じですね。次はユリピブのオイルクレンジングの方をやっていきます。はい、こちらはね韓国コスメで11種類の天然オイルと天然エキスの組み合わせでできていて、それと緑茶成分入りですね。はい、数滴水を加えて乳化させます。こちらのオイルの感想としては、さらっとしたオイルで香りもね癒される香りではないんですけれども、嫌な香りでもないんですよね。韓国コスメの癖がないという感じで、メイクとも、ね、すごくよくなじんでしっかり落としてくれるんですね。その割には肌が突っ張らないし、オイル感も残らない、コスパもよくって、今の一番のお気に入りのクレンジングオイルですね。両方の落ち方にね違いが結構出てますけれども、こちらをお水で両方洗い流してみました。どちらもねマスカラとアイブロウが薄く残ってるんですけれども、パッと見ユリピブの方が落ちてるかなっていう感じですね。マスカラやねアイブロウはポイントメイクリムーバーで落としますのであまり関係ないんですけれども、リキッドファンデーションや口紅などは両方ともしっかり落ちてるなっていう感じがします。オイルジェルの方を実際顔を使って落としていきたいと思います。目元の方は使用しないでくださいって書いてあったんですけれども、アイメイクや口紅の方がどれくらい落ちるのかというのを試したいので、今回は目元の方も使っていきたいと思います。見えると思うんですけれども、うっすらねスクラブが入ってるんですけれども、こちらがね、入ってるので目元が使えないという感じなんでしょうけれども、これくらい入ってますね。使った感想としては、ジェルなので皮膚に塗布して垂れないので伸ばしやすいということと、ジェルのメリットである肌の摩擦がないというわけではなさそうで、ジェルはすぐにオイルに変わるんですね。でとにかく香りに癒されるのと、ジェルがすぐにオイルに変化して油性のファンデーションとよくなじむっていう感じですね。オイルにクレイが入ってるのは私は初めてで、浮き上がらせた汚れを吸着するわけですね。でスクラブが入っているので目元が使えないのが残念なんですけれども、このスクラブが私的にはちょっと微妙で、量的には少ないので、ピーリングされているかといえば微妙で、これ以上入ってると毎日のスキンケアとして負担がかかると思うので、量的にはこれがベストなのかなと思います。気持ちスクラブがすごくちょっと大きいというか、ちょっとゴツッとしたところがあるのかなという感じはしました。ハウトゥーの説明では、指先が軽くなったらぬるま湯で十分に洗い流すとあるんですけれども、私はこの方法でやるとオイリー感が残るかなという感じたので、軽く乳化作業が必要かなと思います。このままぬるま湯で洗うだけだと、私は眉や目元、顔周りにオイル感が残っているような感じがしました。洗い上がりはバラッシングクレンジングオイルに似ていて、さっぱりというよりはオイル感というかしっとり感が残ります。好みがあると思いますね。洗い流しましたので SRB で洗顔していきたいと思います。お米のね、とぎ汁酵素洗顔で天然成分でできていて、洗浄力が優れていてお肌に優しく低刺激なのが大きなメリットですね。こちらはね、すごくおすすめという感じはないんですけれども、これじゃないといけないという感もないんですけれども、酵素の小分けしてあるね、日本の洗顔料の容器よりすごく使いやすいです。はい、今回ね、THREEのオイルジェルのサンプルをね、使ってみたんですけれども、コスパ的に毎回さくらんぼ大の大きさをね使用していると、この 100g あっという間になくなりますよね。でコスパは良くないと思うんですけれども、成分へのこだわりにお金を払うと思っています。でしっかりメイクを落とされたい方とか、香りに癒されたい方におすすめですね。で今から夏に向けて UV 対策してファンデして、皮脂も出て、季節的には私の肌環境にはいい商品なのかもしれないと思っていて、このサンプルをねやっぱ1回使用してみて1本購入してみたいなと素直に思いました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。